なんでこの時期にアメリカに来たのって、免疫何に大きく作用されるかっていう免疫細胞の働きっていうのも阻害していくと話になって、地面にこうやると今のこの時期だからこそですね、重要なことじゃないかなっていうふうに。こんにちは、人生ナチュラリスト小崎です。今はですね、こうビーチに、近くのビーチにこう来ているわけなんですけど、まあなんか、なんでこの時期にアメリカに来たのっていうふうにね、言われていた方もいらっしゃったんで、まあ、多分最近見られた方は僕がどういう人なのかって分かってないと思うんですけど、実はまあ99年から20年間ですね、アメリカにこう住んでまして、でこの時期に来なきゃいけないことがあるんですよ。それがですね、まあ、日本でいう確定申告ですね。アメリカだとタックスリターンっていうわけなんですけど、まあ、1年に1回納税をしなきゃいけないんですが、その、まあ、今の自分の活動していることをアメリカでね、納税しているっていうようなことなんですね。まあ、なのでこう、まあ、この時期にアメリカに来るっていうことと、あと、まあ、実はまあアメリカにずっと住んでいて、でうちの、まあ、妻と子供2人がいる、家族がいるわけなんですけど、それがまあこの近くのですね、まあ、トーランスっていう場所にこう住んでいるんですね。まあで、まあ、今回、まあ、こう来たんですけど、まあ、実はですね、その、まあ、国自体、アメリカっていう国自体はその隔離っていうようなことはしてないんですが、まあ、ちょっと子供の学校の関連でですね、まあ、自主的に、まあ、隔離状態でホテルで1週間のね、ホテル暮らしをしてたっていうようなことなんですね。で、まあ、そういうような形でやってて、まあ、ずっとホテルにこもりきってですね、まあ、レシートとかそういうものをこうやってたわけなんですね。でもうアメリカはもう大変なことになっていて、そのレストランも営業できずにテイクアウトだけというようなことになったり、まあ、その10人以上のですね、集まることを禁止したりとかですね、まあ、そういうようなことが起きていて、まあ、ほとんど人が出ないような状態にこう今なっているということです。で、まあ、そういうふうにこうなって、まあ、日本でも、まあ、その外に出ることができない、であとね、人混みの中に入り込まないというようなことでですね、まあ、家に閉じこもったりとかしているとは思うんですけども、でもまあ僕思ったんですよね、まあ、こういう時こそですね、意識的にこういう自然にね触れ合ったりとか、その自分の環境を変えて、でそれでその自分自身の心をリフレッシュするということがすごく大切だなと思うんですね。でなぜかっていうと、その自分の体の、まあ、免疫っていうものはその何に大きく作用されるかって言ったら、やっぱり自分の中のストレスっていうのがすごく大きいんですね。でその、まあ、ストレスが出てしまうとですね、その体自身 の、 その、まあ、免疫細胞の働きっていうのも阻害していくというようなことが起きたりとかしますので、そのそうやってストレスっていうようなね、まあ、もうテレビのニュースにこうかじりついてですね、まあ、その何人感染したんだとかっていうねようなことでもう触れ上がってしまうわけなんですよね。で自分のその生存が脅かされるとですね、その自分自身を守りたいというようなことがこう起きたりとかするんで、だからそういう意味でですね、すごく自分の心の状態をいかに安定させるかというところがすごく重要になってくるんです。だからこそですね、まあ、こうやって外に出て人がいない中に行くとですね、別に感染する恐れもないわけなんですね。で密集されたその密閉室内とかですね、そういう空間に行くと危ないというようなことがありますんで、まあ、だからこそですね、まあ、自然に出て、でそしてですね、まあまあ、海を眺めながらねコーヒーを飲んだりとか、であとはグラウンディングですねこうやって裸足になって地面にこうやると、でこれがすごく重要だっていうのは、もともとですね、人間っていうのは靴っていうようなものはなかったわけですけど、その体の中でストレスとかそういうそのまあ電気的なですね、静電気がその体の中で滞留するとですね、それがまあ炎症をオンにしてしまうというようなことがあるわけなので、まあ裸足になってですね、地面をこうやってつけるということだと、これでその体の中のその電気が放電されていくっていうことなので、そのまあ地面に裸足で浸かる、そういうことも重要だっていうふうにこう言われているわけなんですね。まあ、そうやってですね、そのまあ自分のまあ心の状態ですよね、を落ち着かせるっていうところが今のこの時期だからこそですね、重要なことじゃないかなっていうふうに思います。まあ、今大変な時期です、でもだからこそですね、自分の心の在り方っていうのが問われていると思いますので、その家に閉じこもってですね、もう危険だっていうね、危ないニュースばっかり見て、もう恐れて震え上がるんではなくて、まあ、こうやってですね、山、そして海とかですね、近くの公園に行くでもいいですし、まあ、そういうことをやってですね、
自分のね心を落ち着けるようなそういう時間も取っていただきたいなというふうに思います。はい、ということでね、今回の動画を見て何か感じたことあればぜひこの動画の下のコメント欄コメントしていただきたいのと、何か、もし見てよかったと思ったらぜひ高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。